心に成功の炎を。中村天風術。赤玉の編第一章。生きる心構え。ご機嫌う天風です。さて、皆さんがこれから聞かれる話は、そこらで学者が解いてる。 ここらで指揮者が書いてるというものじゃない。私、天風自身が長い人生の中で体験したものをそのまま率直にあなた方に移す話なんであります。そう言うと、初めて聞かれる人は、生まれながらにして私が現在のように悟った人間だとおぼしめすかもしれませんが、どういたしまして、私は35歳までは、 めちゃめちゃな人生に生きてきた男なんです。軍事探偵として日清日露の領域にご奉公し、戦争が終わると恐ろしい死病に取りつかれて、そしてせめて昔の心の半分の強さに戻りたいがために、世界の三分の二もさまよい、最後はとうとうインドに行って三年。それでも心というものの消息わからないで、 のたうち回ったという過去を持っています。その私が中年以後、もう毎日が喜びの渦巻きの中で生きられるような悟りと自覚が得られるようになった。その今日の私の幸福を考えるとき、哀れな惨めな人生に生きている人々を、なんとかして自分同様の喜びに浸りながら生きられる人間にしてあげたいと思うのが、 現在の私の寝る間も忘れない気持ちであります。ですから、どうしても私の気持ちを分からせずに置かないという気持ちで話し込んでいきますから、あなた方もそれに感づかずには置かないぞというような気持ちで、これから私の話をお聞きください。私の口から聞かれる言葉の中に、はっと感じる言葉を見つけられない人は、結局、 捕まえなきゃならないものを捕まえずに、桶にでっかい穴を開けて水を汲んでいたのと同じ結果が来るということに気がつかなきゃダメですぜ。それだけ申し上げて本題に入ります。あなた方は、今までに理想的な人生のあり方、というようなことをお考えになったことがあるか知らん。いかがですもちろん、 理想的な人生というようなことを歌い出せば非常に漠然として抽象的でつかみどころがありません。人々によって人生に対する考え方がみんな違っておられるから。端的に言えば現在病を患っている人は何を置いてもまず第一番に丈夫になりたいということがその理想でしょう。健康な人はもっと金が欲しいとか。 なんとか地位が欲しいとか、あるいは金や地位は第二としても、もっと長い気がしたいとか、いろいろな考え方が人々によって違います。ですから、ただ漠然と理想的人生なんて言ったところで、これを文字の上から考えただけでは、正しいヒントが得られません。しかし、 人として生まれたお互いが、まず第一番に考えなければならないことを、世界共通の人生理念で決定してありますから、それを申し上げましょう。何はさておき、一辺縁あってこの世の中に人として生まれてきた以上、どんなに学問しようが、どんなに努力しようが、またどんなに金ができようが、一生は断然一生で、 二生はないんであります。一変死んじまえば二度味わえはしないこの人生。こりゃ尊いものです。ところが、この尊い人生に現在生きていながら、しかも相当の理知、教養を受けているはずの文化人が、本当に徹底的に命の尊さを考えているかというと、あに計らんや、 さにあらざる場合が多いんじゃないでしょうか。ただ、いたずらに食うことや寝ることや着ることや儲けること、人生のただ一部分的な事柄だけを、本能や感情の欲するがままにこれを欲して、それを得られて満足し、絵に得られないで、悩みを感じているというような、極めて浅い考え方で人生に生きている人が、 むしろ数においてすこぶる多いんであります。つつましやかに人生を本当に尊く考えて、人間として恥ずかしくない生き方を心がけて、この再び取り返すことのできない日々を過ごしている人などというものは、めったに見られない。人という数は多いけれど、ひざまずいて手を合わせたいような尊さを感じるような人は、 それこそ暁の星より少ないのであります。言われてみればすぐお分かりになります。一旦生まれて死んじゃったら二度と味わえない命。おまけに、この命が意識的に感覚している今日という日がどん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 過去に行ってしまって、どんなに努力したって、現在ありうるがごとき現実は再び味わえないんです。 明日になって、またあなた方がここにおいでになったって、またよしん場明日、私がこの縁談に再び立ったところで、今日たった今味わっている味わいというものは二度と味わうことができません。さするところ、瞬間瞬間がまことになおざりならざる考え方でいかなきゃならないんだが、いかがでしょうあなた方。 ところが、今の人々、一年は365日とはいえ、本当に喜ぶなんて日は滅多にありゃしない。喜んでも瞬間の喜びですもん。その代わり、反問だ、迷いだ、苦労だというやつは、年には年を入れて毎日やってますからね。そして、そういう状態の人生に生きてる人には、幸運やのごとし、とか、 月日に関盛りなしという言葉は本当から言うと当てはまらないんです。ご経験がありましょう好きな人と物語っていれば、おや、もうこんなに時間が経っちゃったのという具合に時の経つことを忘れてしまう。往来歩くのも一理や二里は平気で相当遠回りしたってくたびりやしない。反対に嫌いな奴と歩くと 道の班長も歩かないうちにくたびれちまう。心ほがらかに、何にも心にわだかまりなく、楽しい、嬉しいという時を味わっている間は、時間も空間も超越してしまうんですよ。だから、もう一年経ったのかいという言葉は、本当に心よく人生に生きている人のことを言うことで、もだえがあったり、 迷いがあったり、苦しみがあったら、もうその言葉は当てはまらないんです。百人一首でこういう歌があります。嘆きつつ、一人寝るよのあくるまは、いかに久しきものとかは知る。女の方なんかは、通説に、これはそうだわ。 と、おぼしめすでしょう。夜寝られない時のいかに夜明けの待ち遠しさよ。痛みがあり、苦しみがあれば、より一層その一瞬、一瞬が長く感じられるんですから、それはとても一夜が長いですよ。ですから、月日が早く経つのを感じるのは、大らかに人生を生きている人だけなんです。 その大らかに人生を生きてる人というのは、世界人類の通念になってる。これが理想だという人生に生きてる人なんであります。それは何だというと、四つのことが必要なんです。第一に、強く。日々の人生がどんな場合であっても強いこと。第二は、 長く、できるだけ長生きをしていること。第3は、広く、できるだけ人生を十分に広く生きること。第4は、深く、人生の深さを深くすること。この、強く、長く、広く、深くの4つのこと。そして、 人類の通念となっている理想の標準とも言うべきか、憧れとも言うべきか、まさにそうあらねばならないこの4つの条件が、果たして我々の人生に味わわれているか否かは、お互いに考えなければならない重要なことであります。言うまでもなく、仮にも人としてこの世に生まれてきた以上、第一にその生命ができる限り、長く、 生きられなければ、この世に生まれ出た甲斐がないということは、誰でも常識で考えられますでしょう。ところが世間には、人生に未だ何事もなさず、また、なさざるに先立って、早くもこの世を去るという、何のために生まれてきたのやら、さっぱりわからないような短命の人がたくさんいます。こういう人は不幸中の不幸の人と言っていいんです。 お互いこの世に生まれてきた以上は、長く生きなければ、どの点から言っても嘘でしょう。言わんや、強さを失った人生じゃ、生きて生きがいがないでしょう。いくら長生きしても、その人生に強さが兼ね備わらないと。 ただこの世に長くいたという結果になって、むしろ長く生きていけることに煩わしささえ感じるという不幸なことになってしまう。お集まりの中にも病をお持ちになっているお顔が見えますが、私も8年間辛い病に侵された経験を持っているものですが、病んでる時、そこに少しも華やかな人生はないんです。 健康を考えないときが一番人間は幸福なんですよ。西洋のことわざに、health is not valued until sickness comes という言葉があります。この言葉の通り、丈夫なときには丈夫なことは考えないし、どこも痛くないときに痛いという人はいないです。だから、 本当に丈夫な人は健康ということを考えませんよ。どうもないんだもん。お金をたんまり持ってる人は貧乏のことは考えないでしょそして、人生に長さと強さだけを顕微したところで、まだまだ完全とは言えないんです。人生には、あなた方各人各ように振り当てられている、なさなければならない多くの授業や仕事があるんです。 その振り当てられている仕事や授業を完遂して、さらにまた一層上の事実を現実化させなければ、人間としての抗議の義務が尽くされないんです。その目的を達成するのには、人生に長さと強さの上に、広さと深さが実際的に加えられなければならないんであります。 ですから、人間、再び繰り返すことのできない世の中、どうしたってこの四つが完全であってこそ本当だとおぼしめすでしょう。しかも、そうするのには、多くの人々のように、肉体ばかり考えていてもいけなければ、心ばかり考えていてもいけないんです。心と肉体が一つになって、我々の生命が生かされている。 そして、心と肉体を一つにして活かされているという、この動かすべからざる現実を忘れて生きたら、四つの条件は目的を達せられないんです。もしも我々が肉体だけを本意として、それ注射だ、それ薬だ、それ栄養だと言って、豊富な肉体生活をしていることによって丈夫になれるとしたら、人生、このぐらい気楽なものはありません。 第一、医者、並びに、医者の家族がみんな丈夫なはずだ。ところが、どういうものか、お医者さんそれ自身があんまり強くない人が多いんです。医者の強くないのは、今夜の白バカマですよ。医者の家族がまた、どういうものか、あまり強い人がいない。私も医者だからよく知ってます。 私がまだこういう消息を知らないで、医学だけでもって人生に生きてる自分には、私の家にいるものは決して私に病を見てくれとは言わないんですよ。うちの主人の本当の腕前を知ってるもの。しかし、これは医者が悪いんじゃないんです。医学に欠点があるんでも何でもない。生命というものは、 肉体だけの処理では完全に解決がつかない存在であるからです。その肉体が生きていけるのは生命を生かすエネルギーがあって、それを心が受け取って生命活動という現象があるんです。あくまでも心と肉体がピタッと一緒にならなきゃいけない。それはちょうど夫婦があくまでもピタッと一つの心じゃなきゃ、 その家が繁盛しないのと同じなんです。そこでピタッと合わせるのに必要な方法を私がお教えしているわけです。それは何を置いても、まず第一番に必要なのは、人生に生きる切な切なに、体よりも心というものを大事に考えて積極的に活かさなきゃいけないということであります。 人間としてこの世に生まれた以上は、どんな場合があっても、心の態度を積極的にして生きる。人生の一切合切を始中プラスの状態に荒らしめる。これが、理想的な人生を貫くための一番必要なことなんです。ちょうど家を建てるときの土台と同じようなものなんであります。それでないと、 ただ生きていられるから生きているという、万全たる生きがいのない人生だけが残ってしまう。究極において、人生の幸福などということは味わおうと思っても味わえない結果しか来ないんです。ところが、これだけ熱心に私の話を聞いている人の中にも、時によると、心の中に消極的な波を起こし、そして、 悪いということをバンバン知ってるはずなんだけど、その心理が実行できない人が多いんです。特に、生活に豊かさを持っている人であるとか、あるいは健康にも相当恵まれているというような人は、真理に対する反逆者とまでは言わないまでも、しばしば真理の外で生きておられるような人が多いのであります。そういう人は理屈つけてますよ なるほど、真理はそうかもしれないけれども、天風さんの言う通り、なかなかきちんと行くもんじゃない。なんてね。それでまあ、一時自分だけは納得するかもしれないが、真理というものは、あなた方の理屈に同情はしないんです。自然界に存在する人間への掟き手は誠に厳しい。しかも、これは千個変わらず、クオンのその昔から、永遠の将来まで。 証として実存している。真理の方は、お前はそういう場合だから特別に見よう。まあとにかく、今度は機嫌のいい時教わったように押しよう。というようなことは言いやしません。どんな身分の人だって、真理に背いちゃったらダメなんですぜ。真理は終言にして犯すべからず。 間違った生き方に対する正しい心構えが万が一にも用意されないと、たちまち事実があなた方に反省を促します。その反省を促す事実とはいかにといえば、病なり不運なりです。どうも現代の文化教養を受けている理智階級は、人生に犯すべかざるコンペンセーション、報酬、 の法則があるということに対して、正しい自覚を持っていない傾向を、私はしばしば事実として感じせしめられるんです。いかがです病になったり、不運になったりしたとき、概ね多くのあなた方の考え方は、罪は自分にあるんじゃない。かくなった責任は私じゃない。と、 こういうふうに考えていいやしませんか風一つ引くんだって、自分が巻いた種に花が咲いたんです。でも、そういう場合に自分が種をまいた覚えがないと、自分に何の責任もないと思う。風邪引いたのかどうしてどうしてってわかるかい知ってて風邪引きゃ、お前、物好きじゃねえか。 目が覚めたら風邪ひいてたんだよ。なんてことを平気で言う人がありますが、それがとり物をさず文化の教養を受けた人間なんです。まして言わんや、授業に失敗したり、商売をうまくやれなかった人間なんかは、決して自分にその責めを負って考えようとはしません。汗水垂らして、お前さん、人の寝る間も寝ないで働いていたってね、時世だよ。 こういう時代だ。儲からねえのが当たり前じゃねえか。ああ、嫌だ嫌だ。こんな世の中は。なんてね。それじゃあ、みんな嫌がってるかと思うと、中には成功している人もある。そういう人間をとっ捕まえて、あんなのは運だよ。結局、要するに宝くじに当たるようなもんだ。安畜賞だって成功するつもりで成功したんじゃないよ。気がついたら成功してたんだ。 まあ、一万人の中で一人成功して、あとの九千九百九十九人は失敗するんだよ。それが当たり前だ。なんてことを、間違ってない断定のように考えてる人がいやしませんかどんなことであろうと、ことの代償は問いません。自分の知る、知らないと問わない。すべての人生の出来事は偶然に生じたものじゃありません。 アクシデント、事故というものは、事故が知る、知らないと問わず、必ず事故がまいた種に花が咲き、実がなったんです。生きる心構えというものに正しい自覚が、そして反省が、常に油断なく行われていないで生きると、 全然自分の気のつかない悪い種を健康的にも運命的な方面にも巻いてしまうんです。そこでだ。理想的な人生を生きる上で注意の上にも注意をしなきゃならないことは怒っていけないことと悲しんでいけないことと 恐れていけないこと、なんです。これの逆を述べつ幕なしに、ひっくり返しひっくり返し、日々やっているのがあなた方の日課だ。変なことがデイリーベースになってますよ。人間だから起こるのは当たり前だっていう人がいるけれども、どういうわけで人間なら起こるのが当たり前 世のむね多くの人々は怒ったり泣いたり恐れたりするのは人間だからできるんだ。犬や猫や豚や馬でもやるかもしれないけれども人間ほど繊細で直感的な感情というものを持たないじゃないかと言います。そういう人に限って人間は感情の動物なりといったような間違ったことを言っていて 間違ったことを言ってないと思ってる。感情の動物だから怒ったり泣いたり、恐れるのは当たり前じゃないか。なんてね、ヘリクツの出発点を間違えて、結論もやっぱり間違って、正当なとこへ到着するはずがないんですよ。このお集まりの中に、まさかとは思うけど、人間を動物の仲間に入れちゃって、 感情の動物なりといって、万物の霊長として、生きとし生きる生命を与えられたものの中で一番尊い存在であるはずの人間を、馬や猫と同じにしている人がいやしないかそう考えてるもんだから、人間それ自身の評価を、我知らずぐんと低くしてしまっている。現象界に存在するものというものの中で、 一番何者よりも尊いのは人間なんですよ。それを、これを怒らずにいられるかとかね。これが恐ろしくないでどうするなんて通らない理屈を言ってる人がある。中にはもっと変な理屈を言ってる。俺はな、怒りたかねえぜ。怒りたかねえ。怒りたくないなら怒らなきゃいい。 怒りたくないけれども、これでも怒らずにいられるかという風にするから、余儀なく怒るんだ。と言って、付き合いで怒ってる人もいる。そして、怒ったり、悲しんだり、恐れたり、もだえたり、憎んだり、迷ったり、悩んだりして、一番肉体を健康に丈夫に生かそうとするところの血液を濁してしまっているんです。とにかく、 今言ったような消極的な感情がふわーっと出るでしょうコントロールしないといきなり交感神経系統がふーっと異常興奮を起こす。それと同時に、腎臓の上にある副腎の中からアドレナリンという化学系物質が発生するのであります。アドレナリンは何のために発生するかというと、 はっと驚いたり、カッと怒ったりした時に、各種の破壊作用が知らない間に、細胞組織の中に生じますから、その生じる破壊作用を、防ごうがための自然現象なんだが、ここなんだ。注意すべき問題は。そういういい目的を持ったものでも、分量が増えちまうといけないの。どんないいことでも。 例えば、栄養物が大変これはいいからというので、それじゃあと、そいつを仰向いて歩かなきゃ歩けないほど食ってごらん。体に良くないだろうこのアドレナリンが、いわゆる発生過剰の状態になるとね、そりゃ恐ろしいんだ。いろんな結果が来るが、一番先に末梢動脈がキュッと収縮するんであります。収縮すると同時に、 血液の循環障害というものが起こってくる。円満に血液が巡回しなくなる。そして恐るべき問題は血圧が上昇する。同時にしばしばそれを繰り返しやってると血管効果が早く来る。この間大阪でお蕎麦とうどんのすき焼きをするところへある人に連れて行かれた。その店には 10年以上の紳士がワンサと来ていたんだが、うまくもなんともないんだ。こんなまずいもの、よくまあどっさり食うわと思って聞いたらね、来てる人は、うどんが食いたい、蕎麦が食いたいで来てんじゃないんだそうだ。なんでかって聞くとね、血圧が下がるというので来ているという。ほう、そうかと言っているときに、隣で、 なんで早持ってこんねんこれから東京へ行くねんなんて怒ってるやつがいる。あれこいつそば食って血圧下げて怒って血圧上げてるわと思いましたなぁ。おかしいでしょそれから2番目にはアドレナリンが生産過剰になると糖分が増加して血液が酸性化しちまう。 この血液の酸性化というのはおっかないんだよ。血液というものは弱アルカリ性。学問で言うと、純正アルカローシスというのが理想なんであります。どういうわけで糖分が増加するかというと、カット怒ったり、ハッと驚いたりするとね、肝臓の中の糖原質がブドウ糖に変化してしまうんです。 ブドウ糖に変化して、このブドウ糖が必要なところに流れてくれりゃいいけど、組織の中にも入ってくる。このブドウ糖が、バクテリアに抵抗する血液の抵抗力を弱いものにしてしまう。さあ、ここだ。病原菌を束ねて食おうが、この抵抗力があったら菌に侵されやしない。結局、要するに、抵抗力の薄弱な人間になっちゃってるから、 その原因はいずこにあれやといえば、心の使い方なんであります。病弱な人間、見てごらん。みんな神経が過敏で、気が弱くて、やたらに怒って、やたらに恐れて、やたらに悲しんで、憎んで、そねんで、妬んで、もだえて、悩んでる。 そうするとまたね、そばについてる人間、他人ならともかくも、それが、親馬鹿ちゃんりんの場合は、病人が怒ったり泣いたりすると、看護の人に、勘弁してやってください。病人ですからね。なんて言って弁解する。そして病人に、さあ、怒りたい時は怒り、怒り、と慰める。何ですか、これ。 まこと、感じきたり、感じされば、丈夫になりたい、達者でいたい、長生きしたいと、恋願う心山々ありながら、やってること、すること、なすこと、すべてのことが短命で、病が治らないようにすることばかりやってる。東京に行くつもりで九州行きの汽車に乗ってるようなもので、これでは東京に着こうはずがありませんよ。 最もっとも、正しい科学文化思想に目覚めてない人は、万物の霊長としての人間の上に神様がいるよとおっしゃるでしょう。私は、神物というものの存在を、第二義的に人生を考えるものには必要かもしれないが、自分自身を真理に沿って正しく活かすものに対しては、 何ら帰り見る必要のない存在だという大きな確信のもとに人生を生きております。私も先祖は敬いますよ。けれど、私は科学文化の先端に常に自分の人生に対する理解を求めているものです。従って、私の目には見えもしない抽象的な なんだかわけのわからない神なんてものや仏というものを当てにして生きておりません。あるものはただ宇宙の一切を支配する根本エネルギーであるブリル。ブリル、大自然の持つ神秘の力だけであります。これは科学でいうと微粒子的存在としていますが、あらゆるすべてのアトム、 原子の先祖であります。これが自然界を支配し、宇宙に存在するものというものの一切を支配しているのであります。そしてこのブリルの収受量、言い換えれば根本エネルギーである大きな力の受け入れ量をできるだけ多くすることが生命を強く、長く、広く、深く活かす、一番の大根大元になるんです。 人があると言うからあるんじゃなかろうか、いるんだって言うからいるんじゃなかろうかというような気持ちでもって、しかも曖昧な、自己欺瞞な、独自の断定でもって考えているような神物。それが何になるんですかい,いえ、そういうものを考えてるから、あなた方が人生を生きる場合に、少しもそこに決定した生き方ができないんです。 人生に対する自覚を少しも自分自身の心に植え付けようとしない。苦しい時の神頼み。病でも治りが遅いとか、運命でも悪いというと、神様、仏様、と言えば治してもらえると思ってる。普段それほど親しくもしてないで、ただ考えているというだけのあっさりした白状な気持ちを持ってる人が、 いざ、さらばの時に、お助けと言ったって、神様、仏様が助けるか。そうでしょうそれとも、助けられた人があるかいな。あるとしたら、その人は自己催眠にかかってる人だ。この宇宙に存在する偉大な根本エネルギーは、神とか仏とか名をつけるほど安っぽいものじゃないんです。ただ、 科学が今ほど進歩していなかった時代の人間が考えると、この宇宙の一切の運行の事実が不思議に見えたでしょうな。ちょいと花一つ咲くのを見たって不思議だと思えば不思議だもの。昼が来て夜が来て、夜が来て昼が来て、これも不思議だ。晴れ渡る明朝の一夜、表に出る空を見りゃ、 すぐ不思議な感じにぐっと包まれますわな。昼も欺く高校として大戦世界に北曽へ見かけて照る月。この月がまた毎日毎日大きくなったり細くなったりするんですからね。そして15日の間、ご無沙汰になって15日経つとまたやってくる。どこが果てか果てがわからない。 見渡す限り無極無偏在の大空に、乱々としてきらめく星。そして春が来りゃ花が咲いて、秋が来りゃもみじして、冬が来りゃ木が葉っぱを落とす。昼があって、夜があって、朝があって、午後があって、水があって、お湯があって、火があって、煙があって、 私は子供の時から不思議だなと思った。神羅万象の様々な変化変転染め出す人はなけれど春来れば柳は緑、花は暮れない。これはよく坊主が使うお説教の言葉です。このわずかな文句の中にも宇宙の変化変転は歌われているが、これを考えようによるとね、 すぐ神仏に持って行ってしまうんだよ。これは自然の現象であります。この自然現象の原動力となるものを科学的な知識の少なかった時代はわからなかったんです。ねえ、ぼやぼやしちゃいけませんよ。人工衛星が飛んでる時に何かと言いやすぐ神棚の前で手を合わせたり仏様の前へ行ってお線香をあげたりして。なんとまあ、 実に今の人間の知識の状態がデコボコだってことがお分かりになりますでしょう。自分自身の感情を自分自身が正しく投与しなければ、いわゆるセルフコントロールというのが正しくなければ、なんでそういう神頼みの人間に正しい結果が来ましょう。昔の人の歌にこういうのがある。心だに、誠の道に叶ないなば。 祈らずとても神は守らん。誠の道というのは、宇宙真理に即した寸分間違いない本当の道の意味なんです。じゃあ人間とは何だろう正しい真理の上から厳粛に言えば、人間とは感情の動物ではなく、人間とは感情を投魚し得る生物なり、 これが本当の人間の姿なんであります。しかるに、この本当の人間の姿だという心理の上から、厳しくあなた方の人生生活を考えてごらんなさい。感情を投与するどころか、しょっちゅう感情に追い回されているだろう。人間の心が怒ってるか、泣いてるか、恐れてるか、もだえてるか、迷ってるか、 苦しんでるか、憎んでるか、妬んでるか、染んでるか。このどれかしらに当たるわね。心に一切の邪悪邪念なく、怒りも悲しみも恐れも、憎みも妬みも、ねみも、もだえも苦しみも、悩みもなく生きてる人。千人に一人いるかなけれども、失礼だが、 たとえどんなに宗教を信仰している人であろうと、また他の収容法をやりになっている人でも、感情を投与して心を積極的に活かす実際方法についてはご存知でないと、私ははっきり言い切ります。なぜならば、天風以外の教えは、how to say に重きを置いて、how to do に重きを置いていないからであります。お医者さんが患者さんのところへ行って帰りがけにお大事にと言いますね。その意味を詳しく聞かないからそれなりでもって無事に住んでるんだけどよく考えてみりゃ言ってるものも聞いてるものもわからない。お大事にまた明日。ちょっとお待ちください、先生。 お大事にとおっしゃいましたけれども、どこをどう大事にいたしましょうそりゃあ、そう言われても困るね。つまり、大事だよ。ですから、どういうふうにいたしますれば大事になりましょうあんたも変なことを言う人だな。夜も十分寝かせて、暴飲暴食させないで、何を置いても第一番に必要なのは、病を気にしないことだな。さようなら。 先生先生ちょっと待って暴飲暴食だけは看護の方で気をつけますけれど、夜よく寝ろって言いましても、あの病人は寝ないんです。夜になると意地悪く目を覚ましますの。気にするなとおっしゃいますけど、あの病人くらい、そら病を気にする者も,もいません。どうすればいいのでしょうそらその、そこが大事。どうすりゃ大事です。 そらその、そら私のことでない。病人のことだから、病人に言いなさい。よく寝なさいと。あんまり問い詰められると医者は困るから。さようなら。そんなこと言ったって、先生、ダメですわ。そうか。じゃあ、しょうがない。鎮静剤でもあげようか。大抵、収借仮ぐらいでごまかしてね。これ、貴重なもんですぞ。 そんなもの聞きゃあしない。催眠剤さえなかなか聞かないのに。ねえ。あなた方、人事として我に関係なしというような気持ちで聞いちゃいけませんよ。親が子供に小言言うときだって、先輩が後輩に意見するときだって、言ってる本人もわからないでもって、言われる本人もわからないというような、こんにゃく問答をしょっちゅうやってますぜ。つまり、 我々が今までに人生に生きる際に得た心の投与の方法たるや、できない相談をできるかのごとく考えて教え込まれた。ここに過ちがあるんです。我々が教わった方法は、そういう心が出たら抑えなさい、というだけなんだ。それで抑えられる、止められるんなら、人生、何も苦労しない。そうでしょ 坊さんの方じゃ、よくこう言います。人間が極楽へ行かないまでも、日々をもっと安楽に生きたかったら、何を置いても、まず欲を捨てなされ、欲を。欲を捨てろって、おしょうさん、おっしゃいますけれども、どうすれば欲ってものを捨てられますと聞くと、大抵、これはお説教の文切り方です。それはな、 諦めがあんたについてないからだ。一切合切、所持万事、因縁づくじゃと諦めなされ。教えにも歌ってある。使い果たしても二部残る。金より大事の中米さん。トが人になりゃしゃんさも。諦めろよと言われて、あ、そっか、諦めるとすぐ諦められれば、人生何にも苦労しやしない。諦めろと言われりゃ言われるほど諦められない。 これはあなた方もよく経験してますでしょう実は今偉そうなこと言ってる私なんかも35歳ぐらいまではあなた方と同じだったんです。私は16の時から日清日露の領域を通じて今の人が全然想像もできないような命がけのいつ殺されるかわからないような軍事密定となってご奉公してきた。 その当時の私の強かった心なんてものは病になって危篤に陥ってから全然どこの隅に行ったんだかわからなくなっちゃったんです。これは一週間ばかりでやめましたけど私お恥ずかしいことしちゃったんだ。ある時ひょいと気がついたら一生懸命に自分で脈を取ってる。りそめにも 医学を知ってる人間、自分の脈を自分で手で取って何がわかるこれはまさに神経が過敏であると思いましたよ。今まさに死ぬというような自分の脈を取って、あ、脈が止まりそうになってるから生きようと思っても、生きられやしないもん。そして、病が結核病であったから、熱がしょっちゅう絶えまない。熱があるのが結核病だってことは知っていながら、 脈を取るような変なことをしだしてから、今度は暇があれば体温計で自分の熱を測ってる。熱がまたしょっちゅう気になる。そして、バカなことに自分で測って、7度5分ってことがあるか、もっとあるはずだがな、もう一回測れ、ってなことをしていた。しかしね、 我ながらなんという浅ましい弱い気持ちになったんだろうと思いましたよ。人にも誇り、自らも許したあの強かった昔の俺はどこに行っちゃったんだろうと。これはいくらあなた方に申し上げても、実地に見たんでないからお分かりになりますまいけれど。何ぶ節や深刻劇。編集中。 天風氏の軍事密偵生活をモデルにした劇「満州碑文」脚色武田敏彦主演島田聖吾。でよく私のことをやってくれますが思い起こせばもう50年も昔明治37年の3月21日ちょうど今日みたいなうららかな天気の日でした。 弾頭台上に後ろ手に縛られて立たせられた。そういう運命を持ってる私であります。その時の助けられた状況を深刻劇や何やぶしで歌ってくれてるんですが、その時私はね、死に対する恐怖はこれから先もなかったんです。軍事密定を志願して採用された時、河村元水に、 お前は尊いお国のために人柱になる人じゃ靖国神社で会おうという風うに言われた。だから、再び日本には帰れないと思っていました。この言われた言葉に誇りを持って出発したくらいですから、今の青年では考えられないような気持ちをその自分の青年は持っていたんです。それですから、死刑の宣告を受けて、今、 何秒かの後にこの世を去るという土壇場に立っても何にも恐ろしくなかった。それはまあ今の若い人には全然わからない気持ちでしょうが軍国に志した青年が今まさに三国のために濃さ服く風の満州の人のいないこの原っぱの真ん中でたった三人のロシア兵と一人のロシアの将校と一人の満州の通訳と五人に 俺の死での門では見守られているのか。ああ、この勇ましい俺の姿、せめて生みの親に見せてやりたい、とこう思った。まあとにかく、そういう強さを持っていた私の心が病になった後、死ぬのは恐ろしくはないけれども、あの病から来る苦痛に耐えかねて、自分で自分の脈や熱を測るというような、みそぼらしい。 哀れなことをやっちゃったんです。人に侮辱を受けたより、自分自身が自分自身の心の中の哀れさを感じた時ぐらい悔しいことはありません。とにもかくにも強いと思い込んで、うぬぼれもあった。そのうぬぼれの鼻がピシッと折られるような恥ずかしいことを自分でやって、自分の心の惨めな、ひげたられた弱さを感じた時、本当に、 くそー、こんちくしょう死んじまおうかと思ったぐらい、恥じらいを感じましたよ。それが人生というものを考えるそもそもの動機になったんであります。そして難行苦行した挙句、分かったことが、感情の闘魚ということ。今の私は大きな自慢で言えます。我が身、我が命の心でありながら、 なかなか自分の思う通りにならない感情をいかにすれば自分でコントロールできるか。その方法を知っているものは世界でたった一人しかいない。how to do を解いているのは私より他にいません。これはあまりにも世の中に知れ渡った事実ですからお聞きになったことがある人もいらっしゃるでしょうけれど、私はアメリカのロックフェラー3世から 昭和22年以後、今日までに数回にわたる招平を受けているんです。ご存知のように、ロックフェラーという人は世界有数の大金持ちであり、極めて尊い特殊家でもあります。そして彼が今から20年前に、世界中から400人ほどの学者を集めて人類の福祉増進のための研究所を作ったことは、 世界的に著名な事実です。その彼が敗戦国の一浪学級に過ぎない私に首に縄をつけても引っ張っていきたいような熱心さでアメリカに来てくれアメリカに来てくれというのは私がその感情の投与の how to do を解いているという点に一番大きな関心を持ったからなんです。それは 科学がこれだけ発達して、文化がクライマックスに達したかのごとく見える現代でも、こと人生に関する限りは、肝心要のことがまだわからない。彼らの研究の努力によっても、本当にそのキーを捕まえていないんであります。肝心要なこととは何だいというと、how to do ということなんです。 私が初めてロックフェラーに会ったのは昭和22年にアメリカのスターストライプスの記者を集めての第一回目の講演の時でした。そこで初めて私の話を聞いた時にロックフェラーはあ、これだと思ったらしいんだな。そもそも最初に私がスターストライプスの記者クラブの招聘を受けたのは 太平洋戦争中、私が疎開しておりました茨城県で B29 で不時着した一人のアメリカ兵と出会ったことから始まっているんです。言ってみれば、このアメリカ兵が私とロックフェラーを引き合わせる運命を作ったと言っても過言ではない。思い起こせば、昭和16年12月8日からの4カ年間、この4カ年間が、 一番私の人生の歴史の中で、本当の文字通りの苦難の毎日でした。なぜかといえば、あくまでこの戦争に反対しなきゃいられない私の気分は、どんな場合であっても、この戦争に少しでも賛成するような言葉は吐けません。まして縁談に立ったら、時の政府や軍閥の悪口を言ってるもんですから。 しょっちゅう私に憲兵が二人ついていましたよ。ある時は、演壇の上から総理大臣の悪口を言って、一週間の交流をくらっちゃった。どういうわけか、私が皇族公演の講師だってことが分かったら、今度は警視総監が来て謝るんだ。まあ、とにかく手を変え、品を変えて弾圧を受けましたよ。そして、 戦争もだんだん過熱になってきて、東京が昭和20年5月の25日、第3回目の大空襲によって全滅。その明け方に B29 の搭乗員である飛行中尉が、私の家族の疎開しているすぐ脇の田んぼへ不時着したんです。それを百姓が発見して、寄ってたかって袋叩きにしちゃったんです。 そして彼を荒縄で縛って、交番所へ連れてきたところへ、私がひょいと通りかかった。なんだ、この人混みは。と言ったところが、今、飛行機で降りた捕虜が捕まったんです。彼は、荒縄で後ろ手に縛られて、目隠しをされて立たされていた。その前で、公然と、巡査部長が椅子に腰掛け、 その脇に普通の巡査が一人、そして日本語で盛んに怒鳴ってるんだ。表の方じゃ、お百姓たちが、文句言わねえで出してくれ巡査さん部長さんよ頼むぜもう少しぶん殴ってやりてえだとわめいている。それで私、その部長をよく知ってますから、いきなり駐在所へ入って行って、おい縄を解いてあげろ いや、そんなことをしたら大変です。憲兵隊からの命令で、すべて掘りはこういう風にしろということです。よろしい。憲兵隊の隊長は俺の弟子だ。俺が許す。解け。躊躇して解かないんですよ。これはおっかねえもんね。それで私が解いちゃった。ようございますか黙っとれ。責任は俺が負うから。それから目隠しを取ろうと思ったら、 巡査が、それはやめてくだだ。さい、いとうわけだなぜ目を開けたら様子がわかる、と言うから「アホどんな目のいいやつだってね生まれて初めてのところへ行って目隠しを取られてキョロキョロしたって何がわかるんだ駐在所の狭い部屋の中で。そしてねとにかく椅子へ腰掛けさせた。 田舎の村の中でもって、とにかく英語を流暢に話す人間に会ったんですから、向こうも喜んだ。疲れてるようだが、何か食べたいものがあるか落下さんで降りてから見つかるまでの間に、携帯香料をすっかり食べたから腹は減ってない。ただ、喉が乾いているから、水でも緑茶でもいいから飲ませてくれ。おい一番いい茶があるだろう茶を立てろ 先生、ようございますかいい、俺が飲みてえと言ったらどうする先生には差し上げます。じゃあ俺によこせ。俺がやるから同じことだ。それから今度は交番所の前に出て。おいおい、何を騒いでるんだ今聞いてるってえっと、中に入ってる人を出せと言うが、この中に入ってる人はね、アメリカの飛行注意だ。士官なんだ。お前らじゃわからんかもしれんけれども。 そして、外へ出しや、お前たちが半殺しの目に合わせちまうだろうけれども、そうしたらお前たちも懲役に行くぞ。こういう人の身柄を自由にする権利は軍隊にあるだけだ。だから、私はあなた方に聞きたい。あんた方の中で、息子が戦争に行っているものがあるなら手を挙げろ。みんな手を挙げた。だいぶ言ってるんだ。 それじゃあ、今手を挙げた人に聞くが、お前たちの息子が戦地で、アメリカの人々にとっ捕まってこういう目に遭ったとき、いいかアメリカの人間がそこへワンサー集まってきて、袋叩きにする、半殺しにすると言って、それを後で聞いたら、お前たち嬉しいか分かったと見えて黙っている。えそれが嬉しいと思ったら、 今、ここに出してやるから、どうでもしろ。けど、それが後に世界に伝わって、日本人は鬼よりも無慈悲だと言われた時に、名誉な話じゃないということを考えないか引き取りなさい。忙しいお百姓の仕事をしているお前さんたちがそこでわーわー騒いだからっつったって、この戦争に勝てるもんじゃない。帰えなさい。そう言ってから、 駐在所の中に入って、すぐに知事に電話をかけた。そして、車をこさえて、私もそれに乗って一緒に憲兵隊に行ったよ。それで憲兵隊の隊長に私から、日本の武士道は敵を愛するところにあることは知ってるな。うん、存じております。たとえ本部からどんな命令が来ようとも、お前の手元にある間だけは不自由なく、 お客様扱いにして、この人の一生の良い思い出を作ってやれと頼んで、その帰り際にそのアメリカ兵に、いずれまた縁があったら、お目にかかる時が来るかもしれない。その日を楽しみに、今日はお別れしよう。と言って手を出した。そしたらね、失礼だが、あなたのお名前はと聞くから。さっきから私はあなたとこうやって長い時間お付き合いしているけれども、 一度も私はあなたの名前を聞かないだろう私はあなたの名誉のためにあなたの名前を聞かないんだ。国と国とは不幸にして戦っているが、人間同士、ここに何の恩も恨みもない。今、あなたの名前を聞くということは、ジェントルマンらしくないと思うから、あんたも私の名前を聞くな。お互いにあった事実は、 一生忘れようったって忘れられることじゃないんだから。今日の日に起こったこのアクシデントは、あなたの記憶のページの中にはっきりしたためておけばよろしい。私ももちろんそうする。そしてまた、長い月日の間、再び会う機会が与えられた時に、大いに今日を昔語りとしようではないか。それまで元気でおれ。さようなら。 そう言って帰ってきた。ところが、そのことがロックフェラーから招かれる動機となったんですから、不思議なもんですな。そのアメリカ兵は戦争が終わって、一旦国へ帰った。しかし、どうしてもこの事実を忘れられない。また会う機会を自分で作らなきゃ作れないと思ったんでしょう。そこで、スターストライプスの日本特派記者を志願したんです。そして日本に来て、 その日の事実をそのままアイケルバーガー中将に愚心し GHQ 占領軍総司令部の力で調べたその感謝の意味ということで GHQ に呼ばれたわけなんですそしていきなりアイケルバーガー中将が一体あなたは何をする人なんですかクリスチャンですかと聞くんだよなぜいや そういう風な敵を愛する気持ちを持つのはクリスチャンだけだと言うんだ。いや、違います。クリスチャンでないとすると、どういうお気持ちで敵の証拠をお救いなすったんですかと聞くから、人間の気持ちと言った。そうしたらね、パッと手を出して、そういう言葉を日本人の口から聞いたのは初めてだと言ったよ。そして、その本当の人間の気持ちというのは、 生まれてからずっと持っていたんですかと聞くんだ。生まれてから不幸にして途中で何べんか失った。だが、ここのところ約35、6年持ってる。と答えたら、それはどういうわけです私はこういう哲学をやった人間だ。と話したら、その哲学ならば我々アメリカ人が今、 非常に寒天に運営を望むほど待ち焦がれている哲学だ。それはぜひとも一つ講演で聞かせてください。というのがもとで、記者クラブになっている有楽町の毎日新聞のホールで、ヨガ哲学のレクチャー、講義を始めることになったんであります。そうしたところがそこに来ていたロックフェラーが気に入っちゃったわけだ。特に、ロックフェラーが感激極まって、 私に即座に来てくれという気持ちを起こしたのは、インドのヨガの哲学の中に、クンバハカ密報というのがあります。本場のインドでもその具体的な方法を教えない、クンバハカ密報の how to do を私がわかりやすく実践的に解いてやったからなんです。さあ、それからというものは、惚れた女を口説くより以上の熱心さで、 首に縄をつけても引っ張っていこうとするんです。彼は当時としては、破格の金額を報酬として用意しますと言ったんだが、私は断然行きません。なぜ行かないかというと、世界の平和の光は日本から、という信念を持っていますから、世界の平和は日本がリードしていく。 そのために、まず日本人を正しいものに作り上げることを私の生涯の務めとしているんです。それはカッ不抜。私の心から消え去らない信念なんであります。皆さん、よく考えてみてください。誰でもが人生、どんな場合になろうと、病になりたいとか、不運になりたいとか、 恋願ううものはありゃししないでしょうたまにはどうです患ってみたいなんていうような気持ちになられますかここのところ23年薬飲まねえ近所に医者がいるんだけれど付き合いしないで気の毒だな誰か患わねえかなんていう過程はなかろうと思うがどうです不運にしてもしかりであります。 それほど嫌いな病や不運命を、嫌いならば自分の人生に招き寄せなきゃいいんだが、なんと招き寄せるつもりなくして招き寄せて、当たら何者にも変えがたい。一遍切りの貴重な人生をスポイルしてしまう。そういうことがどれだけあるかわからないということを事実において、あなた方、感じませんかいやさ、人のことじゃない。ご自分で考えてほしい。 現在、ただいま、こうやって私の話を聞いている間も、時間というものはスピードフルに回っているんです。怒ることがあるから怒るんだ、悲しいことがあるから悲しいんだ、恐れることは恐れるんだというようなことを言っていたんじゃ、人生に極楽は来ないですよ。だから、怒りや恐れや悲しみに虐げられない心構えが必要なんじゃないですか。 たとえ、すぐに矢でも鉄砲でも持ってこいというほどの強気は出ないまでも、人事世事に絡みつけられない。それに、組み伏せられないような強い心で生きなきゃ。せっかく人の世に人として生まれても、その生まれがいがないじゃありませんか。ですから、人として正しい心構えで生きられるようになるために、 あのロックフェラーが求めてやまなかった世界にたった一つの感情投与の実際方法、how to do を、いよいよ明日から私がお教えするんです。これを実行しさえすれば、心がどんどん積極化し、健康的にも運命的にも理想的な人生が実現できるんです。何にも難しいことはないのよ。 聞いているそばからすぐわかる方法なんです。知らないと、どんな優しいことも難しく感じるものなんです。どんな難しいことでも、分かっちまえば何でもないことなんです。だが、あなた方一人で考えたら、いかに聡明な人々とはいえ、何年かかるかわからないんですよ。それを、あなた方を現在よりもはるかに価値高いものにしたいばっかりの気持ちで、 私が何も惜しみなくお教えするんです。そうして、これから聞かれる方法を実行しさえすれば、回答をもって乱魔を立つごとく、今までどうにもならなかった我が命の心を、こっち向けあっち向けと自由にできるんです。そうなれば、文字通り、180度の現実転換が我々の生命の上に、求めずとも働きかけてきますから、 健康も運命も、これが自分だったかと思うほど変わってくるのが、むしろ真理の上から言えば当然ではありますが、そうなった時非常な不思議さを感じるくらい、大きな喜びを自分のものにすることができるのであります。よろしいか新しい人生の蘇りを実現可能とするには、 まず自分の気持ちの持ち方からよみがえらす。人生は心の置き所一つで決まるんですよ。それじゃあ、明日から得られようとする幸福を楽しみにしながら、ちょうど子供心にお正月を待つようなワクワクするような気持ちで、愛おしくその心を抱きしめながら、今晩、 寝床にお入りください。